今西連太郎は大阪府出身の元プロ野球選手。1952年の登録名は今西圭介。何は商業から日本製鉄を経て、1946年に阪急軍に内野手として入団。しかし、投手不足の影響もあり、ルーキーイヤーの6月20日にセネタース戦でプロ初登板。抜擢に応えて、 大下博史の本類だのみの1失点に抑え被安打2で関東勝利を収めた。シーズンでは7勝を挙げるとともに防御率2.80でいきなりリーグ6位に入る。1947年には21勝を挙げたが、内9勝が巨人戦だった。1948年には自己最多の23勝。1949年は19勝。し、野口二郎。 天保義フラと共に一リーグ時代の阪急の中心投手して活躍した。1950年にリーグ分立に際して、宇高江沢の引き抜きにより、宮崎剛、し、荒木修と共に新たに誕生した太陽ホエールズに移籍。太陽投手陣の中では抜群の実績を持っていたことから、3月10日の対国鉄スワローズ戦で開幕投手を務め完封勝利を飾る。 シーズンでは4年連続の2桁勝利となる10勝を挙げるが13敗、防御率4.07と期待されたほどの数字を残せなかった。1951年と1952年はいずれも2勝に終わり、同年オフに対応と小畜が合併すると今世は自由契約となる。1五十三年に阪急へ復帰するが未勝利に終わり、1五十四年に 加藤太郎と共に東映フライヤーズに移籍するが、思うような成績な、残せず、1955年限りで現役を引退した。引退後は1956年に東映の二軍投資コーチを務め、土橋正幸を指導。厚生学園高校で監督を務め、1966年の春、1968年の春、1974年の 夏とチームを甲子園に導いていたが、いずれも初戦敗退に終わった。2019年のセントラルリーグクライマックスシリーズファーストステージの横浜 DNA ベイスターズ対阪神タイガース第一戦で、太陽ホエールズの球団創設初試合の先発投手かつ球団初勝利投手として、始球式のマウンドに立ち、健在であるところを見せた。右のアンダースローで武器は、 巨人の川上哲次が、カミソリのような切れ味と語ったシュートで、ドロップも投げた。ありがとうございます。